皆さんおはようございます。経営コンサルタントの長野です。今日も中野裕二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思いまーす。草コイン新聞購読視聴規約ということでね。ここで一旦動画を止めていただいて、大きな画面でね。このここに記載されている第1条から第7条をお読みください。 とても重要なこと書かれてますからね、いちご一句読み飛ばさずにお読みください、えー。それでね、どこか一箇所でも承諾できないというところがありましたら、ここで <laughs> そっと動画を止めて、他の人の動画を見てください。すべて人、いちご一句ね、承諾できるっていう人のみ、えー、次からのねページを、次から動画を見ることができます。それでは、今日も行ってみましょう。 2019年3月20日水曜日、暗号資産草イン中野研究会今日のね千葉県松戸市はね、むちゃくちゃ暑いっすね、もうよく晴れてて、えー、青い空、白い雲、そして日差しが、えー、直接ね降り注ぐ真夏日ですね。 むちゃくちゃ暑くてもう真夏みたいな、えー、海岸線のね、真夏のような日差しでした、外ね。まあ、僕は朝毎日5時,で5時から起きてますからね。最近ね、5時でも薄明るいですね。はい、ちょっと前まで真っ暗だったんですけど5時起きてもねもう明るくなってるんですよね。びっくりですよ、あっという間ですね。それでねまあ 今日小学校のね卒業式とか中学校の卒業式多いですよね。そして4月7日ぐらいにねこの入学式ということでね。3月でね卒業して4月でまた入学と。多いですね。入社とかね。はい、楽しい季節ですよね。まあ、うちもあの裏庭のねしだれ桜がね、えー、徐々につぼみをつき始めてね。もう少しで 花が咲くんじゃないかと思っております。まあね、あのー、桜ね、咲く時期になったら、まあ、皆さんね、あのー、千葉県松戸市来てくれたら、私の家の裏庭でね、みんなで、あの、私の家の敷地内ですから、あの、自由気ままにですね、お花見することできますから、誰にも何も言われることなくね、はい。で、 家の中から花、お花、あの、桜も見えますしねに。庭に出てですね、そこでシートを引いて、えー、そこでお花見することもできます。まあ、トイレもあるしね。はい。あの、家の中だ、中でソファーとかね、テーブル座りながら食事したいとか、お酒飲みたいっていうんだったら、それでも OK ですしね。うさぎがいるけどね。まあ、皆さん来ていただければと思います。それでは、行ってみましょう。 え本日の話題ですね。えー、本日の仮想通貨ドル円 FX マーケット分析で、<laughs> いわゆるね、ドル円朝の勉強会やってみましょう。えー、今日はね、ご討議なのでね、あのー、9時55分、まあ、10時を目標にですね、えー、ドル円、ドルの価格は上がる、ロングのね、可能性がありますね。まあ、ただわかんないんだよ、こればっかりよね。あ <laughs> あの下がっていくケースもあるからねはいそれではまずは XM だね XM の MT4 なんですけどまずは月足ね横横、うん、もうちょっといっぱいね昨日の夜またあの、えー、別冊草コイン新聞ライブっていうのを、ね、やりました楽しかったですね昨日もね1時間半ぐらい毎日やってます まあドル円とですね、えっと仮想通貨の,あのテクニカルチャート分析とファンダメンタル分析を皆さんの参加者の意見を聞きながらですね、やってるって感じかな。突き足のペアントフラッグですからね、もう少しで大きな力が発生して、いわゆるボリンジャーバンドだったら、スクイーズしてるよね。これね、すごくキューって絞られてるよね。で、エネルギーが爆発して、 上か下か下ますね,これねただ MT4 だと分かんないんで MT4 ってこれ全然ダメなんですよ使い物にならないんですよねう MT4 では勝てないですよね為替では MT4 は勝てないうん戦略練れないですからこれこれじゃね全然ダメです、まあ、MT4 いいよいいよとか言いながら本当はね全然ダメで MT4 を使ってる限りは、えー、大きな金額は狙えないですねこれね 小銭は稼げんだよ。1億円ぐらいまでいけるんですよ、MT4 ではね。ただ、まあ、100億出ない。50億100億出ない。だったら MT4 だと全然ダメですね。MT4 でいけると思ったら大ちがですね、まあ、わざと仕組んでんだよね、それね。はい、ということで、ペナントフラッグですね。もう少しで先頭ついちゃうので。で、このね、斜め線のトレンドラインがですね、これが冷やしなトレンドラインですね。で、ちょっと、 こここ出ちゃってますねねもうね、はい、これがで、前回もここも出てんですよね、1月の終わりぐらいかな。これがどれどれぐらい出たかというと、最大で50ピフスですね。で、<laughs> 50ピフツ出て、あ、ダメかな、下行くかなと思ったら戻ったんですよね。それでこのトレンドラインをサ,サポートラインにして、えー、上行ってると。ただ今回出てますから、 これがですね、最大50を超えると、まあ、56いっちゃってますよね、最大ね。はい。で、なんで今、横横なのかと。でも、ずっと横横ですよね、先端がね。はい。横横なので。まあ、こうか。<laughs> こう、こう、コースだ。まだまだ横なのか。ただね、な,なんで横横なのかというと。<laughs> そうだな。まあまあ、無理ですね、これね。 うーん下がるかもしれない、ちょっとわかんないですね。はい、ちょっとすみません、これ消しますね。えー、なぜこう横横になっているかというと、ですねこれ4時間足なんですが、えー、あれがあるんですよね。えー これね、民株 FX さんのですね、経済指標を見させてもらってます。いつもありがとね、一番いいですね、これはね。はい。えー、3月20日ですね。今日なんですが、えー、まあ、あんまり動かないですけれども、これね、前回の変動幅、どれ変動幅を見ればいいんですが <coughs>、全然動かないんですが、今日は、 ないですね、動くのね。明日の明朝3時なんですよ、だから今日の夜っていうかさ、まあ明日の明け方3時に、えー、アメリカ FRB、まあ、中央銀行制度でね、政策金利発表ですね、4MC3 月、まあ、3日間ぐらいずっとやってて、それで最後の日に発表するわけですよね。 上限金利ってことで、え前回が変動幅が2マイナス23.8ピプスなんで、結構大きいよね、これね。で、これ変動してからですね、方向性が決まって、ぐん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 その後ずっと、まあ、これマイナスだからずっと下行くとかね、ずっと上行くとかっていうの決まるんですよね。なので、えー、まあ、いわゆる今日の夜って感じかな。まあ、明日の朝だけど今日の夜。なので、あの様子見なんですよ、世界中が。 だから、ずっと横横ですね、もうね。上行くのか下行くのかどっちだかよくわかんないと。うん。ただ、なんとなくやっぱりその万有引力があるんでね、一応、人間心理としては、不安な時って下行くんですよ。不安な時ってね。必ず、やっぱりドル持っていくの、持ってるの危ないから、えー、ドル手放そうかと。で、ポンドに買いようかとか、ユーロに買いようかとか、円に買いようかと,かと <coughs>。いうことで、ドル円でね、 え円が、ドルが弱くて円が強いわけじゃなくて、ドルを手放してるんですよ。それで円が上がってる。いわゆるだから、これ、ドルが下がってるってことですね。うん。まあ、だから、恐怖指数が高まると、万有引力の法則で、ドル円って下がるんだよね。うん。だから、まあ、下がって、まあ、押し目で買ってる人いるけど、まあ、また下がるでしょうこれね。はい。それで今日は <laughs>、 中値なので、今8時52分なんですが、上がってきてますよね。上がってきてますでしょ。だからこれ上がりますよ、10時、10時まではね。はい、10時とか10時半、10時ぐらいかな。上がりますね、これずーっとね。中値なんで、20日のね、支払いがあるんで。日本の銀行を結構買いますからね、ドルをね。でずーっと上がって、えー、10時過ぎたらストーンとそれまあ、10時15分かな。買い忘れっていうのがあるからね。 まあ、長くて10時半。まあ、10時ぐらいで、10時10分ぐらいで手打った方がいいよね、本当はね。10時とかね。で、中にまで上がって、スコーンって下がっていくんじゃないですかね、今日はね。うーん、まあ、ここら辺まで下がりますね。この、111円183までね、あの、レンジ幅ですから。 で昨日の夜のですね、別冊、別冊草コイン新聞ライブ、えー、別冊草コインライブはですね、あの、たくさんの人たちが視聴していただいて、えー、日本全国、まあ、世界を含めてね、えー、同時ライブをやりました。それで、<laughs> まあ、そろそろ FM シーンがね、来るんで、それでレンジブレイクするだろうってことで、昨日はレンジ幅を決めてですね、 その上、上のですね、えー、上、上抜けブレイクと下抜けブレイク。まあ、どっち行ってもいいんですよ。中野研究会の FX あのっていうのはですね、あの、方向、方向感決めないですから。うん。方向感今日は上とか今日は下とかね。今日は押し目がいいとか、今日は戻り売りとかね。あの、決めた時点でもう、あの、はい、勝てないですよ。うん。 あのどっちでもいいようにしないと。あのどっち行ってもいいように。どっち行っても勝てるようにしないと、えー、勝負にならないじゃないですか。あのだから、固定概念で頭をいっぱいにした時点でもう終わりです。なので、長野研究会の人間を、人たちはみんなね、まあ、どっち行っても億万長者になれるように、えー、いつもルール、ルール組みをしてですね、プラントチェックアクションを回しています。マネジメントシステム。FX マネジメントシステムを回しています。 あの楽しいんでね、皆さんもぜひ夜、別冊草コインライブに、ね、参加していただければと思いますよ。で、IFO の設定と、あとはまあオプションに、オプションにね、似た感じで、えー、トレーニングストップを設定しました。オプションの購入、まあ、保険代わりのオプションの購入っていうのは、これから中野研究会では一緒にやっていくつもりです。オプション安いからね。うん はいそれでヘッジファンドと同じようにですねリスクをヘッジしながら、えー、資産を増やしていくと。まあ、あの為替だからね、あのリスク、まあ、株為替先物、なんでもそうだけど、あのリスクつきものだから、リスクを極力減らして、ですね、まあ、セキュリティとか軍事防衛なんかも全部そうでしょ。<coughs> まあ、テロリストのリスクとかさ、あの先制攻撃のリスクがあるから、ね、あの原爆最初に撃たれたとかね。 でそのリスクを、あらゆるリスクをさいつも検討して、ね、スーパーコンピューターでいつも <laughs> 把握して検討して、それに対してですね、ヘッジリスクに対してヘッジをかけながら、えー、前進あるのみですよね、前進していくと。そうすると、えー、損失を最,、えー、最小限に抑えながらですね、最大限の利益を狙うことができるんですよね。それがまあ、FX だよね。はい。 でなんとなく上とか、なんとなく下とか、フィボナッチから見るとこうだとかね。いや、あの、テクニカルチャート分析だとこうだとかっていうのは、それは、あの、戦略とは言わないですね。<laughs> で、はい、トレーダーズウェブ FX さんね、いつも見させてもらってます。ありがとうございます。えー、まずコンパスね、見ますと、まあ、加工トレンドですね、今日はね。 本日転換するってことですね。加工トレンドですよ、とドル円はね。それで、エフェクスオーダーを見ますと、えー、これは朝の6時3分更新されていますが、えっ、ー、と、今いくらでしたっけ ?111、えー、円40、41だよね。111円40、ここら辺ですよね。 だから70だと売りが多いですね。で、オプション22日。22日はまだ先だからね。金曜日か。はい、それで30、ここら辺か、39、6時現在、ここら辺ですよ。と。で、買い、111円00で買いが多いということなんで、111円。まあ、下がるねん、今日ね。111円スれスれまで下がっていきますね。40ピップ差あるんで、まだね。断続的に買いがあると。これちょっと0が多いね、これね。 110、え、これ何 ?1110、百十点五5 0銭。1ドル。違うよね、これ。えー、断続的に買いなら、今日は下がりますね。ひょっとしたら111円割れますね。111円割れて110、110、110、これ110円ですよね。110円50銭。110円50銭ぐらいまで下がっちゃうかもしれないね。今日、本当にね。うん、コンパスがそのように書いてあるからね。 加工トレンドですねテクニカルはまあいいか、今やってるからいいか、テクニカル分析はいいレポートもいいか。ああ、明日休みですね、そういえばね。明日は休日ですね、日本はね。はい。はい。明日重要イベント多数と。発言、日銀議事、用紙と。 はい、それと、FX オーダーと、市場カレンダー、えーえー、経済指標 <coughs>、市場カレンダー見てみましょうか、まあ、さっき見ましたけど、あ明日休みなんで、今日は上がりますよ、あの明日決済しようとしてる人も今日決済するからね、あの貿易会社とかメーカーとかはね、だから、今日は中には上がると思うんですけどね。 まあ、わかんないよ。本当に。本当のところはわかんないですからね。はいはい、はいはい。21時。これ書いてないね。うん、ちょっとわかんないですね。明日休場ですね、日本はね。うん、そうですね。FOMC27 時ですねさ。朝の3時、明日のね。まあ、今日がちょっと重要ですね、やっぱね。うん、明日二21時は、 明日21日はどうかなアメリカが少しあるかなうん。失業保険申請件数とかね、あるからね。で、金曜日はどうかと。いうことですね。うーん。やっぱり結構あるね。やっぱり。だからやっぱり FOMC のけ政策金利発表で方向性、えー、決まると思いますね。なので、ちょっと、まあ今中にまで上がると思いますよ。これ上がってるからすごく。ほら。 ね、上がったでしょほら。上がりますんで、ちょっとこれ動画ね、早くアップロードしたいと思います。はい。あとは、ビットコインも上がってますね。ビットコイン上がってるんで、まあ、今日はいい調子かなと思います。仮想図が全体に上がってると思います。それではね、これちょっと早くアップロードしてですね、えー、皆さんの、えー、経済活動、FX 生活のですね、 勝手にしていただければと思います。<laughs> それでは、千葉県松吉よりトム・クルーズがお伝えいたしました。中で頑張りましょう。失礼いたします。おうわわわわわ、上がっちゃったやべえな。